とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日もですねマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね新しい装備入手しましたのでご紹介します。ダウンロードコンテンツが来てから、武器防具がね増えたっぽいんですよ。でその武器一つ目これなんですよ。これシアーダガーですね。能力が範囲ダメージが発生するですね。まあ旋風がついてるんですよ。旋風で旋風のダメージが一発ね確かね8000ぐらいのやつ、8000ぐらいのやつがついてます。まあレベル165なので、レベル3にすると旋風でもね2万3000ぐらいダメージ与えるんですよ。まあ、それを考えると8000ぐらいっていうのはちょっと控えめなダメージですね。まあ、果たしてダガーに範囲攻撃は必要なのかっていうところなんだけどね。まあ、とりあえず使ってみましょう。まあ、使えそうなエンチャントは追い打ち、雷の、まあ、集めた方がいいから重力だろうね。重力です。衝撃波でもいいかなと思ったんですけど、まあ、とりあえずこれでちょっとねボスと戦ってみようと思います。アポカリプスプラス20はちょっと辛いので下げます。10ぐらいでいこうか。はい、ではアポカリプスプラスのプラス10ですね。10はそんな大したことないんですよ多分。全然こんな感じですね。あ、でもなんかかっこいいな。待って、トゲあるときつい。ちょっと待って、トゲきつい。トゲがむちゃくちゃきついな。あ、そうか。回復がついてないんだ。ということは、スパイダーアーマーを装備した方がいいっていうことね。はいはい。これなら全然回復できる。スパイダーアーマーでいきましょう。悪くないかもな、この武器。いや、わかんない。今、レベルをね、下げてやってるんで、こんな感じでいけてるけど、実際、普通のレベルでいくとね、どうなの？ちょっと微妙な感じはするんだけど。でも今、レベルをね、下げて使った感じは、全然サクサクいけて、いいですね。でもただ旋風がいるのかって言ったら必要ではないかな。旋風は必要じゃないなこれ。となると同じ探検装備の月のダガーが上かな。ラストラーフよりはこっちの方が、まあ、攻撃的ではあるんだけども、そうね、重要度で言うと月のダガーの方が上のような気がする。はい、行こう。まあドラを使わずに行ってみよう。このぐらいかいくらねドラ使わないにしてもレベル10でしょ。プラス10のやつなんで、これは遅いね。そんなに強いやつではなさそうだな。まあ、ちょっとプラス20の方で一回やってみよう。では、プラス20ですね。多分無理だと思うんだよな。きつい。HP そんなに減らせないんで、よろしくないっていうことだね。この感じは。そうだね。よろしくない。火力は全くないですね。火力はない。まあ、ただ、新装備でこういうのが出たよっていうことを覚えておいてください。はい。今日はですね、シアーダガー。ですね、まあ使ってみましたけども、
強くはないです。強くはない。けども、まあ、新しいダガーの装備ということで、入手したい方は入手してみてください。はい。ではですね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいやっ。